無事でよかった。君は姿は大きく変わったようだが、なぜだろうな。一目で君だと分かったんだ。見てくれ、ボロボロに錆びれているけど、銀の車体に緑のライン、これは山手線の車両じゃないかな。もし山手線だとして、この朽ち方は何だ。僕らがトンネルに飲み込まれた後、東京に一体何が起こったんだ。なんだって。そんな、だが魔界にどうして古びた車両が。いや、判断するには情報が少なすぎる。まずは一緒にいた生徒たちを探してみよう。確か太宰もあの場にいたはずだ。え、太宰が天使に連れて行かれるのを見た。なら手分けしてその天使の行方を探そう。心配しなくても大丈夫だ。実は僕には悪魔を刺激する力がある。世界の秩序を守るある組織から悪魔召喚プログラムという力を授かっていたんだ。伝説の悪魔たちが闇から目覚め東京を狙っている。それに抗うために渡された力だ。自身を守るためだけでなく、誰かを救うために使いたい。危ない。いつの間に。殺戮の獣グラシャラボラス、姿を消す力を持つ悪魔よ。一体君は。私はヒロミネ陽子。そんなことより構えて。
逃がしたか。君はヒロミネさんと言ったね。さっきはありがとう。気にしないで、お互い様よ。ところであなたたちは。ああ、僕は熱田譲る。彼は二人とも上院学園の生徒だ。しかし驚いたよ、さっきの悪魔。あれは品川駅で見かけた相手なんだ。奴を追って高輪トンネルに入り、そこで見失い、激しい地鳴りがして気づけばこの魔界に倒れていた。私も似たようなもの。高輪トンネル近くを歩いていたはずが、気づけばこの地に迷い込んでいた。話し声がして近づいてみたら、悪魔の襲撃に気がついたの。そうだったのか。まだわからないことだらけだが、この地はあまりにも危険が多い。ヒロミネさん、安全のために君は彼と行動してほしい。僕と手分けして手がかりを探そう。わかった、よろしく。ねえ、気にしないで。よろしく。